今日は、ね、今日の QT、来週が、来月が来るかわかんないので、今日とまず今週はやりたいと思います。マル今日はマルコの14章の53節から65節。マルコ14章53節から65節。彼らがイエスを大祭司のところに連れて行くと、祭司長、長老、律法学者たちが皆集まってきた。ペテロは遠くからイエスの後をつけながら大祭司の庭の中まで入っていった。そして役人たちと一緒に座って火に当たっていた。さて祭司長たちと全議会はイエスを死刑にするためにイエスを訴える証拠をつかもうと努めたが、何も見つからなかった。イエスに対する偽証をした者は多かったが一致しなかったのである。すると数人が立ち上がってイエスに対する偽証をして次のように言った。私たちはこの人が私は手で作られたこの神殿を壊して3日のうちに手で作られない別の神殿を作ってみせるというのを聞きました。しかしこの点でも証言は一致しなかった。そこで大祭司が立ち上がり真ん中に進み出てイエスに尋ねていった。何も答えないのですか。この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですか。しかしイエスは黙ったままで何も答えにならなかった。大祭司はさらにイエスに尋ねていった。あなたは褒むべき方の子キリストですか。そこでイエスは言われた。私はそれです。人の子が力ある方の右の座につき天の雲に乗ってくるのをあなた方は見るはずです。すると大祭司は自分の衣を引き裂いていった。これでもまだ証人が必要でしょうか。あなた方は神を汚す言葉を聞いたのです。どう考えますか。すると彼らは全員でイエスには死罪に当たる罪があると決めた。そうしてある人々はイエスに唾をかけ御顔を覆い拳で殴りつけ言い当ててみろなどと言ったりし始めた。また役人たちはイエスを受け取って平手で打った。今日はすごい大厳しいところですけれど、まあいろいろありますけれど、祭司長たちが全議会が55節に書いてますけど、イエスを死刑にするためにって書いてて、本当にこの人たちはイエス様を殺したかったんだなって、すごい、なんでこんなに憎しみを持ったのかなっていう、やっぱり何ていうか私たちの中にある罪はサタンの支配下にあって、そこをやっぱり私たちも光当てられると、やっぱり何て言うんでしょうかね、イエス様に対して反抗してしまうというか。そういう力、すごい力が罪にはあるっていうことを感じさせられたんでしょうかね。この人たちでだけではなく、私たち、私の中にももしかしたらこういうものが、こういう睨みの力っていうのはイエス様になければ人間の中にはあるのかなというふうに考えさせられてしまいました。でもこの中でイエス様が何も答えなかったっていう不思議な、無言なところがなんかすごく不思議で、しかしキリストですかという答えに、ことにだけははっきりと答えてくださったっていうのは本当に私たちの救い、確かにイエス様は私たちのキリストであるということに感謝をさせていただきました。今日はじゃあ逆からいきましょうか。牧師からじゃあお願いします。
もう正しいと言わないわけだ。弁解をしないっていうね。そういうことです。自分を義としないわけ。イエス様は義としたらこれ十字架にならなくなっちゃうからね。違うんだろうけど、たぶんこの58節、そう言ってますか、これそっくりじゃないか、なんて言ったらイエス様、うん、ちょっと違うイエス様は、なんて言ったんだ、ここを見れば、1が神の神殿を壊してるのかと尋ねました、うん、どう言ったのかな、61を見ると2の16だ、今は2の16だ、この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てよう。あ、ちょっと違うよね、壊すとは言ってないもんね、壊してみなさいって言ったら自分で壊すとは言ってない、うん、壊してとは言ってないよね、うん、確かにそこでイエス様は壊したいっていうふうに、ん、なに思わせたよね、証言者がね、壊して見せる、壊してその壊して見せるって、イエス様が壊すとは言ってないですね、壊してから建てるとは言ってないね、うん、壊してから建てる、壊してとは言ってない、ないよね、もう偽証をしたってことか、死刑にするためなら何でもするっていうね、死刑、人を死刑にするっていう心がね、やっぱり人間にはあるみたいな、裁くっていうかね、さつき姉妹はそうですね、やっぱりイエス様はこれだけいろんなことを言われても、はい、黙ったままで何も答えにならなかったっていうのはすごいな、私たちだったらいろんなこと言ったらそれに負けずと、もう私も言う方なんですけど、それをね、黙って何も答えにならなかったっていう、すごい方だなって思いましたね。言わない人はゼロでしょう。私も言われると思う。どんな無口な人でも言うでしょう。回想語だけど、言うよ。何も答えにならなかったっていうのは素晴らしい。椿をかけね、拳で殴りつけね、平手で打ってね。そう憎しみの強さというか、相当やっつけられたと思ってんだろうね、イエス様にね、やっぱりその罪にお指摘されるっていうことが、まあ、私たちも罪指摘されたら結構やっぱり怒るっていうところがね、人間はあるかなっていう、精霊様が優しく言ってくださればね、いいんですけれど、まあ
これあなたって言ってね、本当でも主にあって、私たちはイエス様にあって、それは全て神様にお任せして許すっていうね、またイエス様に本当にこの無言で私たちの罪を背負っていただいた、これ全部イエス様が受けてくださったことは私たちがやらなければならなかったことに、夏を本当に深く捧げて、自分が椿をかけられ、拳で殴りつけ、開けに至るのに、どんな存在であったのを今、お伝えしたいと思います。では、お願いします。天のお父様、どうも、本当にこの大変な聖書の箇所のところでしたが、このまま供養しないとお任せできたことをありがとうございます。本当にイエス様の十字架のだけではなく、そこまでの本当にこの道のりも全て私たちの罪を背負ってくださって、なした一曲